寂しい。わあすごい。なあ。あれ、オフレポラムでねえし。食べやろ。あー、知らんわ。コロコロってマカロンちゃんどう？こんにちは、マカロンちゃんのお母ちゃんです。こんなに雪が積もったのは30年ぶりと聞いています。マカロンちゃん初めての雪合戦。あたり地面の真っ白な雪。テラスで雪だるま作りに挑戦。すごい。マイカン雪だるま完成。もうちょっと。雪だるま、バイバーイ。ハーブを生地に練り込んだ香り豊かなキッシュをご紹介します。パパ見て、サポス。今日もマカロンシェフノリノリです。今日も行ってみよう。ウィー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 。マカロンちゃんショーでした。小麦粉に小さく切ったバターを入れて、塩を入れて混ぜる。で、残って潰して。こうやって。で、水を入れて丸める。OK。オーブン皿にバターを塗り、小麦粉を振る。
タルトの生地を薄く伸ばすのがコツ。タルト生地をオーブン皿に敷いて指で押していく。フォークで穴を開けていく。次はタルトの中に入れるクリームを作っていきます。バターが溶けたら小麦粉を入れて粉気がなくなるまで混ぜる。牛乳と生クリームを少しずつ入れて混ぜていく。クリームを作ってる間にフライパンで具材を炒めていく。クリームにチーズと卵を入れたらクリームは完成です。タルトは190度のオーブンで20分しっかりから焼きにします。ベーコンタイプとほうれん草タイプ2種類を作っておきます。それにそれぞれクリームを混ぜていきます。具材はしっかり味付けしておいた方が後で味がぼやけなくて済みます。全体にチーズをかけて、190度のオーブンで約25分焼く。外はサクサク、中はトロトロのキッシュ完成。人参のスライスサラダと野菜のポタージュスープと一緒に食べます。もちろんホワイトワインと相性は抜群。マカロンちゃんも大満足。ハーブ香るキッシュ、お家でいかがですか？手？あの雪だるまの手？ここ。ここ行った？うそら。空行った。空行った。またねー。またねー。